はい、どうもこんにちは。裏切りマンキーコングです。こんにちは。さあ、今回はですね、こちら集まって今撮影してますけども、はい。西田くん何を見せてくれるんですか？本日は、はい。スプラトゥーンの、プレイ中の姿勢について。姿勢？姿勢ってどういうことですか？姿勢っていうのはね、はい。スプラトゥーン、はい。3から、ゲームをね、普段ゲームやってないのに始めるみたいな、うん、方もいると思うんですけども。スプラトゥーンは結構多いですよね。はい。うん。スプラトゥーンって結構特殊で、お、まあ、コントローラー。はい。これ純正のプロコントローラーなんですけど。はい、プロコン。はい。これを、ジャイロという操作で、お、こうやってね。こうやってプレイするわけですよ。そうですね。普通だったら右スティックで狙うとかだけど、はい、もうこの、コントローラー向いた向きを打つっていうね。はい。キャラクターが向いてくれると。ちょっと特殊ですよね、これ。はい。特殊なんです。なので、これを使うことによるとどうなるかというと、はい、腕が痛くなる人が出てきます。あ、なるほど。はい。まあ、腱鞘炎ですね。もう根本的な問題として、使わない筋肉を使うからね。腱鞘炎です。はいはいはい、はい、でね、ちっちゃい頃から、なんかゲームやってたり、はい、なんかこう、腕をね、使う、スポーツとかやってた人は、なりにくいんですけど、はいはいはい。使ってないと、結構腱鞘炎になる。あらら。で、私、プロチームに所属してて、はい。うちのチームメンバーも、腱鞘炎になったりしてるので、これはね、本当にケアしてほしい。エクストリームスポーツですね、うん、本当に。はい。なるほど。はい。なので、まあ、このプロコントローラーの、まず、持ち方。持ち方。うん。多分これ結構気になってると思う。なるほど。これをご協力いただけると。そうそうそう。で、2の時もね、はい、結構プロコントローラーの持ち方っていうのはね、うん、好評だったので。お、なるほど。はい。それもやるっていうのと、あと、プレッチの姿勢。姿勢、はい。はい。これが気になりますね。これね、姿勢もたくさんあって。じゃあ、まず姿勢をご協力お願いします。はい。で、私、もともと昔のこのチャンネルの動画を見ていただければわかるんですけども、はい。地べたに座ってやってました。あぐらかいてね。はい。でね、結構ね、はい、やっぱり、普段こうゲーム長時間やんない人って、はい、あぐらでやる人の方が多いと思うんですよ。まあ大体ね、なんその携帯ゲーム機もこうやってやるしね、うん、みんな、うんうんうん、家のテレビでつないでね、あぐらかいてそこでやるっていう、はいはい、リラックスして、ね、はい、リラックスしてやるっていう、はい、まあ全然ね、楽しむ分にはいいんですけど、ほうほうほう、やっぱり長時間やるってなると、うん、椅子の方がいいです。なるほど。まず前提として椅子。はい、座椅子でもいい。座椅子でもいい。ああ、なるほど。とりあえず、あぐらが良くない。あぐらがね、多分ね、今、年取ってくるとかもしんない。若い子は大丈夫かもしんないけど、はい、年取ってくると、ケツも痛くなるし、はいはいはい、腰も痛くなる。な、全部ダメなんだ。そう。で、スプラトゥーンってね、うん、面白いから。ああ、なるほど。めちゃくちゃやっちゃうのよ。はい、もう本当に気づいたら、もう寝る時間過ぎてるみたいな。ああ、だからしかも今までそういうのやってなかった人が結構陥りがちだよね。めちゃくちゃ長くやっちゃう。うん。うん、なんで、あぐらでやるにしても、はい、なんかこう、ちょっとこう、負担がかかんないように。なるほど。なんかこう、背もたれがある椅子に座るとか、あんまりこう、前傾姿勢にならない。なるほどね。うん。オッケーオッケー。だからこの腰に負担かかる動き、姿勢っていうのを、ちょっと、うん、よく気をつけながら。そう。あと、まぁ、ちょっとね、間作って、はい、伸びるとか。はい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 。うん。は、本当にやった方がいい。ね。30分に1回ね、立ち上がるだけでもいいらしいです。そうそうそう。全然違うから。これはね、ぜひともやってほしい。はい。これ気をつけましょう。はい。33歳の私が言ってるんで、間違いない。私のチームの、スナイパー、チャージャーっていうね、武器種使ってる、ピョンという選手がいるんですけど。はいはいはい。もともとその人は、この、膝の上にクッションを置いて、おぉ。こうやってたの。なるほど。もう、肘置きを作ってたんだ。肘置きを作った。なるほど、なるほど。で、すごくいいと思うんだけど、はい、彼は、その、プロゲーマーとして、はい、その、オフラインで大会がやるときに、はい、クッションをここに置いてるのがダサいという理由で、持ち歩いて、クッション持ってきて、うん、ね、会場で、こうやって膝を置くのがダサいと。それがダサいっていうので、はい、強制したんですよ。ああ、変えたんですね。なるほど、なるほど。で、この、ここにクッションを置いてたおかげで、はい、すごい安定してたんだけど、はいはいはい、これがなくなると、弾が当たらなくなるらしい。うわぁ、だからもうここで合わせてたんだ。そう。だから本当にっていうので、はい、こう前傾姿勢で、はい、太ももの上に、はい、こうやってこう前かがみでやるようになったんですよ。あー、なるほどね。はいはいはい、はい。まあ、俗に言う正岡式スタイルって言われてるんだけど。正岡式スタイルって言ってんの、うん、正岡式の、うん、昔の肖像画みたいなの見ればわかるけど、そこいや、こっから見しかわかんないよ。ここどうかわかんない、膝は。そう、正岡式になっちゃって、なるほどなるほど。このせいで、腰が今すごい痛いらしい。あ、まあ、さっき言ってたよね。前傾良くないって話だからね。なんで、うん、ぜひともね、長時間ね、みんな遊びたいと思うから、はい、これはね、今後のことも考えて、うん、まあ、椅子座ってる方はちゃんとこう、リラックスして、はい、うん、
椅子でまっすぐね、プレイする。で、ここに全然クッション置いてもいいと思う。なので、まあまあ、その、大会でね、ガチガチにやろうとしてない限りは、別にいいですから。で、なんでここにクッションを置いてもいいかっていう説明は、はい、プロコントローラーの持ち方を、こっちに直結します。なるほどね。はい、姿勢と持ち方は直結する部分があると。はい。じゃあ、プロコントローラーの持ち方いきましょうか。お願いします。はい、じゃあ、ちょっと画面も付け出しましょうか。はい。これをね、こうやる方がいるんですよ。はいはいはい、はい。プロコントローラーを。そうだね。ローラーとかはね、これすごいやりやすくはある。俺も昔こうだったの。うん、うん。あぐらかきながらこうやったんだけど。動かしやすいんだね。そう。やっぱりね、手が疲れるし。なるほど。これでね、シューターを持った時にね、はい、安定しなかったんです。あー、なるほど。こうピタッと止めるのが難しい。そう、エイムが、ピタッと止めるのが難しい。なるほど、ね。まあ、もちろんね、慣れてくればね、それでもできるようになると思うんですけども。はい。やっぱり疲れる、これは。なるほど。っていうので、今から、こう、フラットなね、はい、状態で始めれるなら、ぜひとも、この、太ももの上に肘のこのここを置く。なるほど、うん、まあ本当にももと腕をこう合わせる感じだね、うん、そう肘というかこの腕の部分かな、はいはいはい、俺は、うん、そう、ね、そう俺はこれでやってる点でね押さえない方が固定もしやすいし、そうそうそう、これがねいいんです。なるほどね。疲れないし長時間できるし、はいはいはい、痛めにくいと思う。おでエイムも安定する。これはなんていうんですか、固定させることによって、まあ、いろんな武器で対応できると。そうで、これがね、さっき言ってた、この腕の長さとかがあるから、はい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 。この、下げた時にね、こうなっちゃう人がいると思うんだよね。ああ、なるほどね、うん。うん。ちょっとその、足りないって言うとあれだけど。そうそうそう。はいはいはい、そういう人は、ここにちょっとクッションを置くとか。はいはいはい。して、こう、ちょっとこう、腕のこの重さをね、ここ、うん、こう置けるように。なるほど。うん、まあ、だからとにかく、腕とももで固定する感じなんだね。そう。まあ、この姿勢で、はい、ジャイロ慣れてくると、こうやってエイムを綺麗に合わせれるようになりますので。なるほどね、はい、はい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 。まあそこはね、エイム感度とかも変えるつつ、うん、本当に自分に合ったのを作ればいいので、そう、まあ、何より疲れづらくかつ腕をね、おかしくしない。そう、長時間できるのがやっぱいいですよ。そうですね、うん、確かに慣れちゃえば別にね、それぞれ変わんないと思うんですよ、そこまでその強さというか。なので、うん、ここは楽かつ怪我が少なそうな、そう、この持ち方、うん、大事でございますね。でまあ、2の時に、はい、スプラ学園っていうね、いろんな上手いプレイヤーをね、うん、招待して、はい、その武器の強さとか、はいはいはい、使い方みたいなのを指南してもらうシリーズがあったんですけども、はい、やりましたよ。結構やってたんですけども、うん、大体の人がこうでした、持ち方。ああ、なるほど。もう上手い人みんなこれが基本と。基本だった。これがやっぱこれが多い。で、まあ、さっき言ってたスナイパー使ってる人はちょっとこう前傾の姿勢になって、はい、まあちょっと腰に負担かかっちゃうんだけど、なるほどね、こうやってる人とか、まあ、はい、もちろんこうやってる人もいた。うんうんうん、うんうん。でも多いのはやっぱこれだった。やっぱりこれが結局たどり着くとこはこれなんだね。まあ一番楽だと思う。ああ、やっぱ長時間やって練習する上で必要な姿勢がこれと。うん、ぜひともね、今から姿勢を、ちょっと姿勢、これどうやればいいのかなっていう、うんうん、人はこうするのが一番いいと思う。なるほど。うん、おまけなんですけども、あら、おまけ、まあ、やっぱね、ジャイロでこの狙うのが難しいっていう方がたくさんいると思うんですよ。まあ、慣れないよね、慣れない最初はね。そう、うん、慣れないと思うから、はい、最初はこうゆっくりキャラクターを動かさなくていいんで、おうおうおう、その場でこうやってジャイロ、あー、なるほど、ゆっくりこの風船に合わす、はいはい、合わせて打つ、そう、合わせて打つ、これを少しずつ早く正確にしていく。なるほど。そう、どっちが大事なの、速さの正確さだったら。最初正確。なるほど。とりあえず全部当たるようにしてから打つっていうね。そう、はいはいはい、スピードをね少しずつ上げていけばいい。なるほど。そう、これをひたすら練習で、はい、感度についてなんですけど、はい、おまけでね、これも、はいはい、感度、感度いくつがいいんですかっていう質問がすごい多いんですけど、あるあるだよね結構ね、はい、うん、これをやってて、そのこのね、エイムの練習をしてるときに、はい、こう、行き過ぎちゃう場合。ああ、この今、風船より、こうなっちゃう。先に行っちゃって、行ってから戻す。行ってから戻す。はい。このエイムをしちゃう人は感度高いんで下げてください。なるほど。はい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 、はい、はい。自分の動きに対して、感覚的な動きに対して早すぎると。うん、早すぎる。はい、ですけども、はい、基本的には感度は何でもいいんです。あら、なるほど。感度に自分を合わせれるように頑張りましょう。おー、ね、結構上手い人、そういう方多いですよね。うん、はい。僕に教えてくれた方もそれ言ってました。はい、これにしてください。そう。なるほど、なるほど。ってことは、感度は、これがいいっていうのは、あるってこと？この速さが。5が一番強いです。
あ、結局最速が。最速が一番強い。それはね、はい、あの一番こう早く動かせるわけだから。ね、真後ろも動けるしね。とっさにね。とっさに球当てれるのがやっぱ5の方が早いんで。なるほど。はい、強いとは思うんですけど、最終的にはね。はい。コンピューターと戦わせた時に、うんうんうん、マイナス5と5で戦わせたら5の方が多分強いと思う。まあそうだね、理論的にはね。そう。なんですけども、やっぱ限界があるのに人間って。そうですね。なんで、まあこのエイム合わせて、ちょっと早いなと思ったら下げていけばいい。はいはいはい。うん。で、まあ、そこまで細かく決めずに、こんぐらいだなってなったらそれに合わせて慣れていくという感じですね。そうですね。コントローラー自体の持ち方、はい、はい、コントローラーの持ち方、持ち方、はい、まあ多分みんなこう持つと思うんだけど、うん、こう持つ人もいる。ああ、この中指で ZR、ZL を押す人ね、うん、そう、はい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 。これのいい点は、その俺はこうなんだけど、ああ1本で今、はい、うん、これなんでこうかというと、こっちの方が俺は安定した。なるほど、うん、この中指じゃない、人差し指のこの腹の部分が、うんうんうん、ここガシッとこう、そうだね、固定できて、うんうん、エイムの時に安定したからこっちの方が俺は合ってたんだけど、はい、多分ね PS 系のゲームやってた人はね、多分プレイステーション、うん、こっちもいけるんだよ。ああ、なるほど。だから昔から R2、L2 があるね。そう、うん、でまあどっちがいいとかは特にないです。なるほど、うん、やりやすい方でいいと思う。はい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 、うん、ただこっちの利点はそのまあ、R でボム、サブ武器を使えるんですけども、はい、サブ使った後にすぐ撃てるよね。ああ、なるほど。その辺のね、その速さがね、そう、あの速いですね。タタッてできるから。はいはいはい、はい。こっちはさ、投げてこう。はい、まあその入れ替えしなきゃいけない。入れ替えしなきゃいけないんで、うん、まあ、若干こう遅くなったりはするんですけども、はい、正直そこまで大差ないです。なるほど。なんでこの持ち方自体はもうやりやすい持ち方で大丈夫です。なるほど。はい。まあ、これが、今姿勢と持ち方、うんうん、そして、おまけで感度の話していただきましたけども、まあ、これ結構迷ってることによって、うん、なんかこう疑問に持っちゃうね。これで合ってんのかな、だから負けたのかなとかさ、うん、っていう部分がね、一個でも解消できれば、多分バンカラマッチやる場合も勝ちやすくなると思いますので、うん、ちょっとね1秒でも長くね、はい、プレイしてほしい今回の、うん、その目標というか、はい、上手くなるってより長く遊べるようになって、長く遊べるようになってほしいね。やっぱスプラファイターはね、そう思いますそうですか。そうすることによって、まあ、うまさもついてくると。はい、だし、やっぱ面白さをね、いっぱい追求できると。やっぱね、体痛くしてね、ゲームできなくなるってね、うん、本当に悲しいから。まあ、普通ね、なんかね、うん、筋トレしてとかさ、だったらまだわかるけど、うん、ゲームって一番そこにトークあるべきものだからね。そう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 。はいはいはい、はい、うん。なので、ここはしっかりね、自分の体を、ちゃんといたわるためにも、姿勢、合わせて、うん、そして持ち方迷わないようにやっていただいて、はい、長くスプラトゥーン3遊んでやってください。はい。というわけでまたお会いしましょう。さよなら。はい、またね。チャンネル登録お願いします。